待たせいたしました。お席の用意が整えましたので、どうぞこちらからお入りください。皆さんごきげんよう。東京都立富士高等学校茶道部です。私たちは日々茶道を通じて日本の伝統を継承し、その素晴らしい文化を世界に発信する取り組みを行っています。新型コロナウイルスの感染拡大でこの1年半余り、東京ではお茶会はすべて中止、部活動としてのお稽古も制限されているという困難な状況ですが、オンライン等を活用して自分たちにできる活動を続けています。この動画を通して私たちの活動の様子の一端をご覧いただけたらと思います。ようこそお越しくださいました。ただいまよりお手前を始めます。店主は吉中、担当は烏谷が務めます。どうぞごゆっくりおくつろぎください。今日は私たちの活動拠点である和室、若竹軒の炉開きです。毎年炉が開かれるこの日に、私たちはお汁粉を作り、改まった気持ちで季節の移ろいを感じながら皆でいただいています。今年は新型コロナウイルス感染症対策のため校内でいただくことはできませんが、皆様にも雰囲気を感じていただけたらと思い作ってみました。今年の夏、東京ではオリンピック・パラリンピックが開催されました。本日使用しているお道具の取り合わせは東京をモチーフとしてあつらえたもので、このお道具を使って外国からいらっしゃる選手や報道関係の皆様をおもてなしすることを楽しみにしていました。新型コロナウイルスの感染が収まらず、残念ながら出番はありませんでしたが、今日皆さんにお披露目できることを嬉しく思います。水差しは東京駅の赤レンガの駅舎を模しています。水差しの蓋の内側には中央のドームの8つの和紙も丁寧に描かれています。この尺立ては東京タワーです。火箸を入れることで東京タワーの美しい形が出来上がります。懸垂には国立競技場が再現されています。外観だけではなく、内側にはトラックや緑色の芝生、観客席まで描かれています。蓋置きでは東京ビッグサイトの特徴的なフォルムが表現されています。外出や遠出が難しい状況が続いておりますが、これらのお道具で東京を満喫していただけたらと思います。都立富士高校は昨年創立100周年を迎えました。お正客様のおもじゃ番は本校の卒業生、大先輩の陶芸家千田玲子さんが100周年を記念して私たちのために作ってくださったお茶碗です。名は香水でございます。富士の生徒がコロナ禍に差し込む一筋の光となり活躍してほしいという意味が込められているとのことです。
お茶器は東京の伝統的な工芸品、江戸切子をデザインしていただいたものです。お茶尺は亭主が削りました。銘は光でございます。これからも稽古を重ね、自分たちの志に向かって、光のようにまっすぐに進んでいきたいという思いを込めています。最後までお付き合いくださりありがとうございました。どうぞ気をつけてお立ちください。最後までご覧くださいましてありがとうございました。この動画を通して私たちの活動の様子をご覧いただけましたでしょうか。早くコロナウイルスが収束し、今まで通りの活動ができることを願っています。そして来年は第46回全国高等学校総合文化祭東京大会が開催されます。東京で全国からいらっしゃる皆さんと実際にお目にかかれることを部員一同心から楽しみにしています。